こんにちは。今日は、人気アイドルグループキングプリンスのメンバーである長瀬廉さんについてお伝えします。長瀬さんは、先日、その真相とは一体何だったのでしょうか。長瀬さんは、昨年公開された映画、銀玉ザファイナルで主演を務めた俳優の大泉博さんと、信仰が深いことで知られています。 大泉さんは、自身が所属する事務所ティイアムナックスの代表でもあります。そんな大泉さんから、長瀬さんに衝撃的な勧誘話があったというのです。この話題について、長瀬さんは YouTube 動画でどのように答えたのでしょうかそして、 長瀬さんがジャニーズ事務所に残ることを決めた理由とは何なのでしょうかをこの動画ではその詳細をお伝えします。お楽しみに。では、早速長瀬さんの YouTube 動画を見てみましょう。動画のタイトルは事務所遺跡の真相について話しますです。長瀬さんは自身の部屋で カメラに向かって笑顔で挨拶します。こんにちは。キングプリンスの長瀬恋です。今日は皆さんにお伝えしたいことがあった。この動画を作りました。最近、ネット上で僕が事務所移籍するという噂が流れているみたいなんですけど、それについて本当のことを話したいと思います。長瀬さんは、 映画、銀魂ザファイナルで共演した大泉博さんから事務所遺跡を勧められたことを明かします。大泉さんは、長瀬さんの演技力や歌唱力を高く評価し、君はもっと実力派俳優になれると言ったそうです。そして、自分が代表を務めるティギーアムナックスに入ってくれないかと誘ったというのです。 大泉さんからそんなお言葉をいただけて、本当に光栄でしたし、感動しました。大泉さんは、僕の憧れの俳優さんで、一緒に仕事ができたことも夢のようでした。だから、大泉さんからお誘いを受けたときは、すごく悩みました。長瀬さんは、 大泉さんからの勧誘話を聞いたジャニーズ事務所の反応や、自分がジャニーズに入った経緯や思い出などを語ります。長瀬さんは、小学生の頃からジャニーズに憧れており、オーディションに合格した時は、家族や友人と喜び合ったそうです。ジャニーズでは、多くの先輩や仲間に恵まれ、 様々な経験や成長をさせてもらったと感謝の気持ちを述べます。僕はジャニーズでデビューしてからも夢を叶えることができました。キングプリンスとして活動することや、ドラマーや映画に出演することなど、本当に幸せなことばかりでした。だから、ジャニーズ事務所に残ることを決めました。 長瀬さんは、最後に、視聴者に向けてメッセージを送ります。事務所遺跡の噂は全くのデマです。僕は、これからもジャニーズ事務所で頑張っていきます。応援してくださる皆さんに感謝しています。これからもよろしくお願いします。と笑顔で締めくくります。長瀬さんの YouTube 動画は、ネット上で、 大きな話題となりました。多くのファンからは、長瀬さんの決断を応援するコメントが寄せられました。しかし、一方で、大泉さんからの勧誘話に驚いたり、疑問を持ったりする声もありました。大泉さんは、本当に長瀬さんを事務所移籍させようとしたのでしょうかそれとも、 冗談や嘘だったのでしょうか。この疑問に答えるべく、大泉さんが出演する日曜劇場、ラストマウン全盲の捜査官、の記者会見が行われました。この会見には、長瀬さんも同席していました。会見では、ドラマの内容や撮影秘話などが語られましたが、やはり注目されたのは、 長瀬さんと大泉さんの関係でした。大泉さんは、長瀬さんに対して終始から見まくりました。長瀬さんが人気がないとからかったり、エッチなサイトを見ていると言いふらしたり、トゲトゲのアクセサリーをプレゼントしたりと、様々ないたずらを仕掛けました。長瀬さんは、大泉さんの言動に対して、 ツッコミを入れたり、困惑したりしながらも、笑顔で対応しました。そして、ついに、事務所遺跡の話題に触れられました。大泉さんは、僕は、本気で言ったんですよ。長瀬くんは、もっと実力派俳優になれると思って。だから、 ィーアムナックスに入ってくれないかと誘ったんです、と真顔で語りました。しかし、その直後に、冗談ですよ。本当はジャニーズ事務所に入りたかったんです、と笑いを誘いました。長瀬さんは、大泉さんからそんなことを言われて、すごく嬉しかったですし、感謝しています。でも、 僕は、ジャニーズ事務所でデビューしたことを誇りに思っていますし、これからもジャニーズ事務所で頑張っていきたいです、と改めて宣言しました。そして、大泉さんと一緒に仕事ができて本当に楽しかったです。これからもよろしくお願いします、と笑顔で握手しました。長瀬さんと大泉さんの会見は、ネット上でも、 大きな反響を呼びました。多くのファンからは、長瀬さんと大泉さんの掛け合いが面白いというコメントが寄せられました。しかし、一方で、長瀬さんが事務所遺跡を否定したことに対して、残念がる声や不満を漏らす声もありました。長瀬さんは、本当にジャニーズ事務所に残るのでしょうかそれとも、 将来的には他の事務所に移る可能性があるのでしょうか。この疑問に答えるべく、この動画では、長瀬さんが大泉さんとの関係や事務所遺跡の真相について語りました。長瀬さんは、大泉さんとはドラマで共演したことで仲良くなりました。彼は、すごく面白くて優しくて、僕に、 いろいろなアドバイスをくれました。僕は彼のことを尊敬していますし、感謝しています、と大泉さんへの敬意を表しました。そして、大泉さんが僕に事務所移籍を進めたことは本当です。でも、それは冗談半分で言ってくれたことだと思います。彼は、 僕の才能を認めてくれたんだと思います。と明かしました。長瀬さんは、僕はジャニーズ事務所でデビューしたことを誇りに思っていますし、これからもジャニーズ事務所で頑張っていきたいです。ジャニーズ事務所は僕にとって家族みたいな存在です。僕はジャニーズ事務所に恩義を感じています。愛着があります。 と強調しました。そして、僕は今後もジャニーズ事務所に残るつもりです。もちろん、将来的にどうなるかはわかりませんが、今のところはそういう気持ちです、と述べました。キングプリンスの名がセレント高橋海斗が、新曲リリースやライブ、新番組について生配信で発表し、 新体制での活動をアピールした。平野翔岸優太神宮寺優太が脱退し、ファンミーティングも前日の22日に行われたが、今後の活動に向けて、長瀬は新曲、何者の発売やファンミーティングの開催、新番組、金トレのスタートを発表した。 新曲は、高橋が主演するドラマの主題歌に起用される。ストーンズの主題歌、こっから、はエンディングからオープニング曲に変更され、ダブル主題歌になる。ネット上では、新体制発表が早すぎるという批判があります。芸能リポーターの川内隆氏は、5人体制が終わったばかりで、 心の整理がついていないところに、いきなり新体制で花火を打ち上げられてもファンは動揺してしまい。逆に気持ちが離れてしまうのでは、脱退した翌日にすぐ次の予定を発表することは、今までの活動が上書きされ、なかったことにされたかのように感じるファンもいる。ジャニーズ事務所は、 残留組への交代軍をアピールすることが最優先で。